堀北、あの時言ったことを覚えてるか？仲間が必要だって。まさか、そのために？お前も、やっと変わってきたからな。あなたのせいよ。だが堀北、俺はお前を、仲間だと思ったことはない。お前も、櫛田も、平田も、すべての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことがすべてだ。最後に俺が勝ってさえいれば、それでいい。